はい、それではここクローバーホールを後にして今からちょっとした観光名所に行ってみたいと思います。ディディン、高岡大仏です。近くにあるので行ってきましょう。すごい頑張ってくださいましたこれを生で見られるんです。こうやって歩いてたら見えてくるんじゃないかなと思う。これ高岡大仏でしょ。混じって、あの団体様の器に混じってちょっと行ってみましょう。観光バスちょっと止まってますもん。それぐらい有名な。確かにこの位置だと大仏は見えない。見えないですね。あの人だかりでわかる。違うのか。昆布屋さんが好きなんです。昆布美味しそう。おっ、てれん。大仏。おお、いいですね。写真撮ってもいいですか。よし、行きましょうか。せっかくなので近くまで行ってみたいと思います。中入れます。15m85cm。 乾杯、専用駐車場。見て、すごい今時。皆さんの成功を祈りました。そう、あなたの江戸の音は私なんだ。まもっと高い音かなと思って意外と低い音でしたところたくさんの高岡でしたが、当日はクローバーホールでお待ちしてます。ぜひ楽しんでください。あかりでした。ありがとうございます。おにぎりにぎにぎおにぎりにぎおなす、こんな立派なでっかいなす。